TikTok ののヘズマのライブでで青から電話って言ってて言ました。いやそうなんです。さっきさ、ヘズマに電話したんですけど、あいつさ、ほんとしょうもなくて、えー、これもまたね、リジナーの方から送られてきたんですけど、レペゼンの虎っていうですね、レペゼン地球と竹内社長がなんかやってる、令和の虎のパロディみたいな企画があるんですけど、そこにヘズマ龍が出たんですよ。 でそこでさ、あいつさ、まあ、ヘズマが志願者として出たんで、いわゆる虎って言って、お金を出す側には、DJ 社長とか、竹野内さんとか、あのフォイとかがいたんですけど、えー、ヘズマが、えー、青汁に200万の借金があると、200万の借金があるから、金を出せって言ってたんですよ。で、その内訳は、ヘズマが言うには、これヘズマの話ですよ、ヘズマが言うには、1か月間100万円の家賃の青汁ヒルズに2か月間住んだと。で、青汁に200万請求されちょると。 でぼったくり被害に遭ってると青汁からぼったくり被害に遭ってやられてるとで今、青汁にお金がない中200万請求されてるからそれは青汁に返さんとならんだから、金を出してくれって言ってたんですけどそれでめっちゃ視聴者から DM 来て「青汁さんヘズマにそんなお金たかってるんですか?」とか「お金に本当は困ってるんですか?」とかめっちゃ来たんですけど皆さん,皆さん信用しちゃあかんで。 ヘズマに家賃を請求したこともないしなんならヘズマはあのバンバンザイの技師と一緒にベッドぶっ壊してそのお金を1円も請求しないで改装してニューアウジルヒルズにしたんであの野郎さ人がさせっかくタダで済まし合ってるのにさ家賃請求されてるってって家賃を請求されてることにして金をさ取ろうとしてさこれ家賃詐欺だよね。 やばいあいつは。本当に。これど,どういうことなんて。俺視聴者に誤解されるからさ、困るんで、あいつにちょっと電話して説教しないといかんと思ってて、電話してるのよ。でも、電。友達辞めたらどうですかもう友達辞めてます、とっくに。電話してみるか。電かな。へずなは人として終わってます。いや、そうなのよ。出ないんだよ、こいつ本当に。都合悪い時に。 もう、まあいいんだけどさ、怒られるの分かってるから出れないんだよ。あのー、僕がヘズマに君に200万を請求したこともなければ、家賃を請求したこともないんで、もしヘズマが、えー、青汁王子から家賃を今請求されて、えー、ぼったくられてると、えー。だからお金を貸してくれとか、お金を払ってくださいって言われてる人がいたら、騙されんのよ、絶対。詐欺だからな、ね、ヘズマに気をつけてください。